おはようございます。5時ですね。昨日描いた絵を取り込んで、今から色をつけて動画編集して TikTok 用に仕上げていきます。私は作業するとき、このタブレットを使って、この絵を描かなくてもこれを作業します。完成しましたんで、ちょっともう時計の針が5時48分なんで、もう6時に待ち合わせてるんで、ランニング姿に着替えて出発したいと思います。行ってきます。いつも5時半なんですけど、今日は6時に待ち合わせして走ってます。ちょっとこれ何？いらないって。おい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 、無事かい無事かい、おい、いってらっしゃい。はい、インスタランニングですね。で、カキのラン、カキのブドウちゃん、これ TikTok とね、まあ連動させてるんですけども、投稿しました。で、ブログも一見、朝投稿をして、クロミンさんが書いてくれた記事をチェックして、これですね。はい、グルメですね。一見投稿しました。今からね、出発したいと思います。今日は小学生が遠足で来てんのかな。上から声が聞こえたのは初めてかもしれませんね。大体情報はこういう看板にかけてあるポスターなどから情報を得ます。美術館も博物館も文学館もそうですね。で、撮ったやつをね、サオリンゴさんにメールで送って、記事にしてもらいます。ツイッターのね、ツイッターでつぶやきで、この辺の大手前の今工事の進行状況なんかもつぶやいたりします。はい、で、このツイッターの中のキャラですね、路上のぶどうちゃんが相棒なので、こんな感じで、やってます。大手前通りと姫路、JR 駅前にね、2つあるんですけど、ここの大手前通りにも新しいイベントがないかとか、もうほぼ毎日ここに見に来てます。こういうところを見ればわかります。自衛隊の情報なんかもここにあるんで、まあ年に何回かね、自衛隊さんのイベントもあるんで、ここもたまに覗くようにはしています。大手前通りと同じものが置いてる可能性も高いんですけども、こちらの方が情報早いケースもあります。ここのね、こちらのお知らせコーナーなんですけど、ここから情報ゲットしてます。ここのね、垂れ幕も変わることがあるので、この辺もチェックしてます。山陽フェスタさんとかにもこういう垂れ幕がしてあるんで、その辺も情報収集にしております。ここが借りてるコワーキングスペース、もっこさんです。だいたい10時に来て夜の9時ですね。9時まで、9、10、11時間、黙々と作業します。で、あとそうですね、まあ、マラマさんの社長さんとか、昼飯行くぞって呼ばれたら、昼ごはんちょっと抜けるとかはあるんですけど、
ほぼほぼここで11時間こもってパソコンで編集してるか動画編集か、大体その記事を見てるか、あと SNS 発信するか、あんまり最近ね帰りが遅いんで7時ぐらいに帰るようにしてもしてるんですけど、なかなか帰れないんで7時9時間か9時間から11時間はここで黙々とやってます。13時過ぎですね。一通り編集が終わって記事をもう一回ライターさんに送って、あと記事アップしたものもあります。で一個記事アップしてライターさんに返して、そうですね、あとは昨日撮ったインスタグラムの動画ライブをもう一回ちょっと見返して、今から行くお店のリサーチをしておりました。今情報が入りまして、台風情報が出てたということで JR に台風情報を見に行ってきて、今から鹿間のお店に向かっています。早速行ってみましょう。で自転車は駅前に自転車置くとこがないので、一旦向こうに帰ってもう一回ちょっと出てきたんですけど、あと台風19号情報から行きたいと思います。はい、ということで用事を済まして帰ってきました。3年目で、チラシを見てきたりしました。お店の、ね、情報なんかもありました。再度編集に取り掛かっていきたいと思います。今日は7時ぐらいかな、今から7時、4時間ぐらい編集して、昨日からの引き続きの動画を1本出したいと思います。ここのすぐそばに本丸市スーパーがあるんで、そこで買ってることが多いです。と動画が終わらないんで、今からまだ動画を編集して YouTube1 本出せたらなと思ってます。まだまだ作業します。ちなみにご飯食べながら、聞いてるのは YouTube の立花隆さんの YouTube を聞いてます。はい、ということでね、9時に、なってしまいました。途中でね動画の編集してたら9時になってしまいました。今から片付けて帰りたいと思います。編集長いつもここで作業してるじゃないですか。はい、どんな感じでやってますかね。どんな黙々と黙々とやってますよね。はい、あとたまに雑談、ほぼほぼ喋らず、なんかこうなんかインスタライブに出てくるみたいな感じじゃなく、ほんまにパソコンに向かって黙々とやってますよね。みんなが知る工藤さんとは違うと思いますね。もう言うたらだって10時に来て9時まで11時間ぐらい黙々とやってるよね。はい、別人です。そうやんね、はい、それを言ってあげてほしいわ。ありがとうございます。姫路の他の編集長ぶどうちゃん、ここで毎日やってますけど、どんな感じですかね。めっちゃ黙々とされててすごいなって思います。意外と喋ってないですよね。なかなか受付だと結構喋ることはあるんですけど、ひたすら机で見ていく。それ皆さんにね、ちょっと伝えたいんですよ。めちゃめちゃやられてます。いつも遅くまでありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。あ、お疲れ様です。今から帰ってもうちょっと編集と、あと10時からはインスタ生ライブがあるんで、それに向けて今から帰って準備したいと思います。はい、結構ねここから見る姫路城が大好きですね。結構この角度好きです。今日はインスタライブを10時にするとコメント欄に残したので、この後10時からインスタライブをして、まあ今日行ってきたことを YouTube に上げる前に報告して、皆さんからのリターンをいただいて、それをまだ YouTube に注入できたらいいなと思っております。